友達の友達が特別に紹介してくれたところだ。気に入れば俺たちの家だ。ねえパパ、僕の部屋を見つけたよ。で、どう思う？完璧よ、イーサン。私たち事件を忘れるのね。普通の日常を過ごして、そしてある日全部ただの悪い夢になるんだわ。幸せになる権利をつかんだのね、私たち。ここが僕たちの新しい家。お前が本当に気に入ればね。じゃなきゃ気に入る家が見つかるまで探すよ。どこに住むんだっていいんだ。一緒にいられればね。もう離れるもんか。二度と離れ離れにはならない。俺たちはいつも一緒だ。絶対に離れない。僕の部屋決めてもいい？もちろんだよ。いいよ、ここに決めちゃえば。釈放だ。ショーン、ずっと会うのを楽しみにしてたのよ。あなたもすぐに会いたいんじゃないかと思って。イーサン、ごめんなさい。もう一人にしないって約束して。約束だ、一生の約束だ。
さあ、ショーン、もう行くわよ。ありがとう。ジョン・ニート、あなたみたいなジャーナリストはなかなかいないですよ。あの異常者逮捕の時にあなたがいてよかった。ありがとう。お名前は？ヴィンセントで。素晴らしい捜査でした、ペイジさん。本当に勇気のある方だ。あなたに釣り合うのはもっともっと残忍な相手だ。次のゲストは折り紙殺人鬼事件についてのその素晴らしい調査記事についてピュリッツァー賞を受賞するのではないかと噂される方です。彼女が素晴らしい勇気を持って事件に介入したことで最重要指名手配犯の逮捕と少年の救出が可能となりました。今夜は何世代にもわたりヒロインと定義されるであろう女性をお迎えしています。マディソン・ペイジさん、こんばんは。お越しいただきありがとうございます。あなたは決意の固い人だとも執念の人だとも形容されていますね。その2つの要素がこの驚くべきストーリーの苦しい時期を乗り越えるのに不可欠だったことは疑いようもありません。取材の途中怖くなったことは？心から尊敬します。ありがとう。ジョン・ニート、あなたみたいなジャーナリストはなかなかいないですよ。あの異常者逮捕の時にあなたがいてよかった。ありがとう。お名前は？ヴィンセントで。素晴らしい捜査でした、ペイジさん。本当に勇気のある方だ。あなたに釣り合うのはもっともっと残忍な相手だ。本日ジャーナリストのマディソン・ペイジ氏がチャリティークロス墓地に埋葬されました。彼女がショーン・マーズ君の取材中に英雄的な死を遂げたことは国中に衝撃を与えました。真実を求める過程で自分の身を犠牲にした勇敢なジャーナリストの葬儀には多くの参列者が集まりました。 ICN のブリトニー・サンダースでした。 OK ブリトニー、これで終わりだ。よかった、さっさと帰りましょう。ありきたりなレポートでお腹が空いちゃったわ。本日ジャーナリストのマディソン・ペイジ氏がチャリティークロス墓地に埋葬されました。彼女がショーン・マーズ君の取材中に英雄的な死を遂げたことは国中に衝撃を与えました。真実を求める過程で自分の身を犠牲にした勇敢なジャーナリストの葬儀には多くの参列者が集まりました。 ICN のブリトニー・サンダースでした。 OK ブリトニー、これで終わりだ。よかった、さっさと帰りましょう。ありきたりなレポートでお腹が空いちゃったわ。
ここを離れましょう、イーサン。どこか雨の降らない場所へ。新しい生活を始めるの。あなたは建築家として働いて、私は地元の新聞社にでも勤めて、新しい人生を築いて、すべて忘れるの。自分のせいで二人の息子を亡くしたことを忘れるだって。世界中の何よりも愛していたのに。守ることができなかった。二人で子供を作りましょう。あなたと同じ目をした男の子よ。その子の成長を一緒に見届けて、私たちは幸せになるのよ。必ず乗り越えられるわ。時間は流れていくわ。あなたを助けたいの。一緒にこの悪夢から抜け出すのよ。愛してるわ、イーサン。あと少し時間をくれ、マリソン。すぐに追いつく。それじゃあ車で待ってるわ。マディソン・ペイジです。メッセージをどうぞ。マディソン、春だよ。君が心配だ。ここ何日も電話に出ないじゃないか。事件について知ったような顔をするつもりはないが、君が心配だ。もし誰かに話したくなったら、僕がいることを忘れないで。じゃあ、またかけるよ。紙面の一面を飾り、まさに我々の時代のニューヒーローと全国から絶賛されている方です。驚くべきことに、彼はほぼ単独で折り紙殺人鬼として知られる卑劣な連続殺人魔による事件を終結させ、ショーン・マーズ少年の命を救いました。彼の決意、勇気、そして知性に称賛を。ノーマン・ジェイデンさんです。こんばんは。
本当によく考えた上でのことかね、ノーマン。君は善と有望だというのに、とても残念だな。お言葉ですが、ボス。もう決めたことです。しばらくは普通の生活を送ってみたいんです。ここのところ、いろんなことに深く関わりすぎた。距離を置きたいんです。少しの間。いつか FBI に戻ってくる気は？わかりません。約束はできません。ARI は持って行っていいんだぞ。それはオフラインになる。新しいモデルが来るからな。これはお返しした方がいいと思います。これに頼りすぎるところがありますし、必要ありませんから。現実では。好きにしたまえ。探し物が見つかるよう祈ってるよ、ノーマン。ありがとうございます。これからどうする？さあな。退職か、忘れようとするか、わからない。トリプトは忘れるために使っているのか？一番効果的な方法だったんだよ。解決にはならないがな。今は解決なんてどうでもいい。ただ忘れたいんだ。お前は思ったよりずっと深く蝕まれてるみたいだな、ノーマン。なぜそんなことを言う。俺は平気だ。乗り越えられる。とにかく今は気楽に終わりを待ってればいいんだ。終わりはないんだよ、ノーマン。彼は2日後にワシントン周辺の偏僻な場所にある寂れた墓地に埋められるそうだ。立場的に私は出席せねばならん。私はいいです。ジェイデンとはあまり反りが合わなかった。問題ない。気持ちはわかる。ああ、警部、彼のサングラスどうしますか？彼にはもう必要のないものだ。好きなようにしたまえ。
あなたは私の息子を殺した。私を腕に抱いている時もそのことを考えていたの。私にはあなたがしたことが理解できない。どんな理由でも正当化できないわ。あなたにはもう軽蔑しか感じない。それ以外何もないわ。家族に雇われてなんていなかったんでしょ。全員に電話して確かめたわ。あなたがしたことといえば、自分が残した証拠を自分で集めて過去を拭い去り、殺した子供の両親が苦しむのを見て喜ぶことだけ。私は息子の墓に誓ったの。犯人を必ず見つけるって約束は守るわ。